他へ行けって言うんじゃねえ。前原の権蔵親分のとこ行けってんだ。それともどうでも総兵衛の面は立てようというのか。何とおっしゃられようとも私たちはね、総兵衛親分には義理がござんす。じゃあどうしても明日の初日は帰られねえと言うんだな。はい、いつまで黙りこくってやんでい。なんとか返事しねえか。どうなんで太陽。俺の一存でこの興行はやめさせることぐらいできるんだぜ。それもおめえの出方一つよ。あ、どうもご苦労さまし。どうも遅くなりまして。どうぞ。これどうもすぎなの。何しちゃってこの野郎。バカ野郎。みんな抱くんだ。いや、やいとめるな。てめえ、俺を誰だと思ってやるんで。存じません。この界隈じゃ泣く子も黙る前原の権蔵。前原の権蔵親分さんでございますか。の弟分の島の貞吉の杯を受けた家内の万蔵ってんだ。わかったか。ずいぶんややごしんでございますね。一口で言いますってと、ヤクザの手下のまた手下ってわけでございますか。手下の手下。この野郎、なめてると抜かしやるとただじゃ済ませねえぞ。ちょいと親分さん、相手は目の不自由な人なんですよ。勘弁してあげてくださいな。いや、勘弁ならねえ。やい、どれどれ、利き腕の一本も叩き切ってあげるな。前へ出ろい。親分さん、困りますね。片方で切られたんで商売上がってるな。ついで両方切っとくのはよしな。これやられた。やられた。その面じゃ恥ずかしくって外も歩けませんね。この興行が済むまではうちの中でおとなしくしてるこった。てめえ、佐藤一だな。覚えてろ。ちょっとやば。待って。はい、忘れ物。バレろ。覚えてるち。すっとした。でもびっくりしたわ、いっちゃんがあんなことできるなんて。どうもつまらん。